私に話してくれた志村さんはその木であるとか幽霊であるとかそういうの全然信じない、うん、だから「何言ってんですか先輩ただの絵ですよ」と「いいじゃないですか雰囲気あって」とか言ってでも先輩はいやいや良くないよともう本当にあの心から中国するから本当にこの絵はねやめた方がいいこれは片付けなさいよっていうでもういいですよいいですよ帰ってくださいって先輩を追い返してしまった。先輩がその直後に 交通事故で重傷を症んです。